板のいらぬ切れ目を覚ました僕は雨の中隣で眠る君にさようなら一人で歩くぞくだい旅出る石田です。高井です。2019年になりまして、はい、一発目の暗い旅でございます。よろしくお願いします。なんかこう暗い旅華やかにね、うん、めでたく行きたいなという感じなんですけど、まあ、うん、変わんないですねいつもとね。そうですね、うん。紅白っぽい感じにしてもよかったわけですからね。そうね。今日の旅ですけど、まあなんかそういう意味じゃいつも以上に、うん、まあ、うん、華やかさないのかもわからない。色で言うと黒かなと思います。違う。黒の旅。今日は色で言うと、まずは旅のお供、はい、登場していただきましょう。この方々です。どうぞ。どうもどうも。どうもどうも。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いします。まあ我々ヨーロッパ局ね、京都演劇界のまあ。後輩の方々という感じですかね。そうですね。うん。はい。今日は演劇の感じなんですよね。はい、なんかいろいろ喋らせてもらえるということで、ちょっと聞いてきました。普段ね、なかなかできひん話が。そうそうそう。そういう感じでいくと。おい地獄さえ行くんだで地獄さえ行くんだで正月気分で。地獄さえ行くんだで夢クジラカニキチです。はじめまして。テレビの前の皆さん。夢くじら。私も昔ね演劇やってて、夢なんか背負っちゃって。いやーでも夢なんか一つも見たことないね。そうなんですか。こちらです。じゃじゃん演劇カニ高専の旅。プロレタリアアート文学ですよ。でも我々は言ったらもう演劇における。プロレタリアンですよ。ちょっと苦手ですか？プロレタリアを。プロレタリア。そういったね、うん、暗い辛い思いを全部ぶちまけて、そして笑いに変えようじゃないか。ああなるほどなるほどなるほど。初笑いですよ。これ2019年の初笑いですよ。初笑いの話題重いくないですか？万国の演劇人を団結せよ。しかしここには。資本家はいない。我々はすべて芸術のしもべである。ならばせめて団結しようじゃないか。拳を上げよう。拳を、ね、噛み砕くとその演劇の苦労話をみんなで披露し合おうっていうことでいいんですかね。そうです。そしてもうみんな笑って、うん、あー、ね、痛みを分かち合って、はいはいはい、で次の表現に向かうっていうことじゃあ夕暮れしたでしょ。夕暮れした村上くんなんてね、稽古20時間ぐらいやるイメージがあるからさ、まあ、稽古のための稽古をやったりしますね。稽古のための稽古何ですか。だからいろんな人その客演さんとか呼ぶ稽古をする前に、うん、客演さん呼ぶためにどういう稽古をするのがいいのかっていうのをメンバーで稽古するんです。本当に稽古を稽古する。ただの無限稽古だけで無限稽古出てくるでしょ。あんたがあるんですよ。本番がないのに稽古する劇団ですよ。しますね。あるんですね。いつか迎える本番 を、うん、を夢見てやるような。夢劇場も抑えてない。何も抑えてない。脚本だけあるっていう。脚本だけめちゃくちゃある。すごいな。稽古は。さあ。カニ缶がカニ缶から始まりましたけどね。これはどういう？これも世界観です。これぐらいの取れ高って結構リアルやなっていうのがありました。今話しましたけど、いやこれたまたま置いただけで。まあそうね。1ヶ月稽古みっちりして、うん、これっていう感じがすごく納得できますね。確かに。ゲストが来てくださってますね。まあそうなんです。はい、僕と一緒に、はい。船に乗った専門のメンバーです。はい、はい、鈴木みどりと言います。よろしくお願いします。お願いします。チェスをかじる旅、はいはいはい、の中で金屋さんがちょっと話してくれたんですよ。そう、その風邪憧れという、僕もずっと旅公演してたので、そっか、3ヶ月間してたの。旅公演ワゴンでハイエースで、ハイエースで、ほんまの暗い旅。何してんの？ずっと移動と、まあ、生活ですね。生活っていうのは
なんかこうご飯の用意したりとか。一食十ですね。芝居はむちゃくちゃ疲れるんですよ。2時間20分。5年ぐらい。長い。長い。長い。これ90分ぐらいかなと思った。長いな。まあ貴重な体験だったですけどね。そんなに声震えてますけど。いや、その時はやっぱり本当に辛かったことっていうのが表に来ちゃっ表に来ちゃってて。まだ何だったら回復もしきれない。あの傷ついた体がここに来たんで、うん、傷がねもう、そう傷の話ばっかしちゃったんですよ。あでもよくよく冷静に考えてみたら望んで出た船ようだし、うん、どういう状態だったの、その傷だらけの状態っていうのは。傷だらけの状態は例えばこう耳が聞こえなくなったりとか、おある一定の、うん、まあ人の名前を聞いたらすぐに怒ってしまうような、うん、あ精神の方も精神の方も起きてて情緒いい すぐ怒っちゃう、何もされてないのに怒っちゃうっていう。おお、ね、みどりさんは具合は大丈夫？あいやまああの時間はかかりましたけれども揺れがまだあるなみたいな。ああ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 あ楽しいこともあった。本当にあったから、うん、本当にあったってことを伝えたくて。武器になってますからね。どういう日程で旅を回っていったのかっていう日程表からなんですけど。待ってください。これがすごいな。実はね、地図でこう京都から出発して。はい8月16日にフェリーで小樽に実際船に乗ってるやつ。実際船に乗ったんですよ。4連続っていうのが、もうこれ3日目で耳が聞こえなくなるんです。あこれはここ折り返してないですよ、そのツアー。いやこの4連続をやると3連続目で耳が聞こえなくなるんです。ここは一旦帰れたんですか？あ、帰れました。あ、あこの関西ね。そうです。あちょっとあります、ね、今胸を撫でる。胸撫でる。の気持ち。ちょっと痛くなって。痛い。あの後遺症がありますけど。初めてここで観光行きました、宮崎で。ここで？ここで初めて？後半で。ここで。いやね、北海道とかさ、景色も綺麗だしさ、ドライブで。いやそんなことできるわけがない。できるわけがないんですよ。スケジュールも見てもらっていいですか？うん、どういう工程だったか。7時に起床しますね。早いね、はい、うん、でここで朝食を作りながら出発の準備をする、はい、で朝食も取る、はいはい、っていうのはこの1時間の間にしなきゃいけない。食べに行く時間がない。食べに行く時間もないです。確かにね、車の中で食べるので、はい、もうおにぎりをこう前日に入る。会場に着くまでの間にこの前日の芝居のダメ出し、ダメ出し受けなあかんのっすか？ダメ出しは最後まであります。最後まで。最後まで。30ステージ以上やってても。もちろん48ステージぐらいやってて。俺はもう荒ぶってますよ。で俺は朝8時からね。無理無理、そんなダメ出し受けたくないっすもん。それ聞いて芝居良くなる？良くならないっすよね。いやまあだから、でもどういう立場で話してるんですか？ごめんごめん、ちょっとついつい乗り組みの気持ちになっちゃって、ついちょっと楽しかったこと言ってみましょうか。楽しかったことをちょっと発表したいと思います、うん、じゃあ、楽しかったことがこちらです。すくねえ。いやステージ数にね、美しい大水青。これ何ですか？大水青って多分ご存じないと思うんですけど、これあのガの種類なんですよ。帯広のキャンプ場で出会ってすごい嬉しいっていう気持ちに、金屋さん金屋さんっていう、そう僕に写真を見せてくれて、その時間がすごく幸せだった。なるほど。次がこの初めての自由時間。はい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 、初めての、はいはい、初めての自由時間。自由時間初めて。9月の8日9日、はい、ここで、はい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 、初めて船長が言い出したんですよ、はい、うん、今から1時間半自由時間にします。短い。どこにでもありそうなラーメン屋さんです。そこにフラーッと入っていっちゃって、もうすごい惹かれたんですよ。普通のラーメンを僕は一人で勝手に食べてるっていう。勝手ではないです。重要なのはそこなんですね。重要なのは一人だし、まず勝手にラーメン食べてるっていうのが、いやもう刑務所から出てきたさ。学ラン
けるの高島屋系の高島屋さんのオープニングの思い出の嬉しいんですよ嬉しいんですよ。次はさっきもね家はすごい家に帰った時に家ってなんてすごいんだっていうのをすごく思って、人に断りを入れなくていい勝手に使っていい洗濯機があるんですよ。もうむちゃくちゃ感動して、うん、でも別に顔とかは無表情なんですけど、うん、洗濯機に洗濯物を放り込んでピッて押した瞬間に、うん、大名やんってずっと自分の心の中で大名大名大名だと、人参出してきて切ってる時も、うん、これ大名やんって大名調理せ大名やんって勝手に人参そう、手前ながら人参切ってたちょっと例えうまくいってない自分でまな板使ってまな板も自分のまな板で今もなれるんですね。いやいや今戻ってますよね。旅先の楽しかったことじゃないじゃん。そうですね。確かにそうですね。いやまあでも、でもまあ旅の途中なんですよ。家なんですけど。家の話やね。もうそう最後なんですけどね。あ、これはすごいの来ましたね。やっと、うん、これです。良かったこと、うん、楽しかったことというか、まあ良かったことですね、うん。芝居が輝いていく。最高じゃないですか。本当に。なんでこう輝いていくのかって思ったら、うんうん、もう芝居で手を抜いたら、うん、もうどうにもならんとこれもうこのもうこの苦しみはもうどうにもならんとこれもいいっすこれもいいっす、うん、ただもう、まあ、この人知りませんどうにもならんすよ、ね、確かにこれで芝居を裏切ったらそうねもう許せないんですよそこだけは頑張ったので良かったですという話です。どうですか。いやどうですか。どうですか。楽しみは伝わりましたか。本当に辛い。辛い。ヨーロッパ企画の暗い旅。我々ヨーロッパ企画が身近な旅に出る実験的ドキュメンタリーバラエティ。ボードゲームをしたり、象を頭に乗せたり、いろいろやってます。毎週土曜24時30分から。はい。続いて向井さんの。はい。カニ光線はこれ実験実験また実験実験ですわ、はい、実験性あら実験実験また実験まあそうですね所属して夕暮れ社用男ユニットというのは、はいはい、まあ、村上さん自体がその、はい、結構演劇をもう疑うみたいな姿勢でやってるんで、うん、まあ、いろいろあるんですけど、まずその転がる演劇で怪我人続出。うわそうなんだ。80分間ずっと転がり続けて芝居するゆかりで乗ったっちゃうことですよね、皆さん。金谷さんも出てたんですけど、参加してたんですけど、実験さん、あなた船好きですね過酷な船好きだもん。乗ってんすね実験船に乗ってたんすよ。乗ってたの気づいたこの実験船にも乗ってたの、うん、巨人コメディでヘルニア続出って。うわ何これ。これ巨人コメディっていうのは、人の上に肩車して、それで一つの人として、あ見た3体作ったらそのうち2体がヘルニアに下の人が、そういうことですね。その3人のうちヘルニアならんかったんが金谷さんそうなんですね。これも乗ってるやんこれにも乗った。巨人戦にも乗りましたけど、うん、巨人戦は大丈夫でした。巨人戦は怪我しなかったです、はい、肩に噛みつく演劇でパンデミックなんでミック肩に噛みつく演劇とか言ってパンデミックってね、こういう風に口をつけてポジションとかセリフって連なっていくっていう、あお芝居をしたらみんなこう口につけるじゃないですか、うん、じゃあの出てる人の9割みんな風邪ひくっていう。ああもうまさにそれは金谷さん風邪ひいてる。金谷さん金谷さんもうこういうのもいるんですね。マニアだよお前船マニアだよ何でも乗るじゃん。乗りたかないんすよ。乗ったらカニ光線なんだから。なるほど。乗ったらカニ光線なんだもんいつも。そういうことか。乗りたくないよカニ光線は。これドリフオアダイっていうのが。これドリフオアダイっていうのは船長がこのまあ。ちょっと主演の舞台で、うん、でこれがちょっと長いちょっと若いんですけど、おっぱいが、はあはあ、あとそれが絡みついてるっていう舞台シーンなんですけど、はあはあ、ちょっと再現 VTR を、ちょっとじゃあ見てみましょうか、はい、どんな船だったのか。私かわいい、めっちゃかわいい。私の所属する夕暮れ社用男ユニットの学生時代の話。痛いわ。舞台上では主催の村上さんが女優さんと大熱演。私は番組の娘や。私はそれを舞台裏で聞いていました。
君のおっぱいは僕の中で長いおっぱいが舞台に投げ込まれ、村上さんがそのおっぱいに絡まっていくというダイナミックな演出。よし、いい感じ、いい感じ。私を愛して。社長さん。やばい、おっぱい引っかかってる。壁ごと村上さんの方に引っ張られてる。社長さん。倒れそうや。やばい、誰もおらん。どうしよう、どうしよう。あーもう。よし、これでうちがこのパネルを引っ張り続ければ。佐藤さん、佐藤さん、どっちが夢だ。むっちゃ巻くやん。あかん、ロープ滑る。もしこれで壁が倒れた場合、うまいこと幕のとこに入って自分みたいにならへんかな。けど壁に当たってもうたら、うわあ、赤、二人は死んでしまう。離したら死ぬ、離したら死ぬ、離したら死ぬ。バーン。これ気に芝居してる。死ぬで意味あったよ。よかった、死ん終わった、死なせずに済んだ。覚えとってな。安心したら本番中なのにどっと涙が出てきた。出てよかった。私は舞台の邪魔にならないように声を殺して泣いた。いやー、なるほど。でも大丈夫だったんだね。大丈夫した。うわ、なるほど。相当ドリフ話題、ね、いいタイトルですね。ドリフ話題、はい、めちゃくちゃ泣いて、で、泣いちゃって、村上さんがもうカーテンコールぐらいの時に泣いてる足見て、なんか聞いたら、なんかめっちゃこいつ感動してるやんって思った。俺の劇で言われて、こいつなんやねんって。いや、知らんからね。知らんから。命をね、救ったんですもんね。昔支えてなかったらね。そうです、今頃もう夕暮れ者なかったですね。あ、そうだよね。実験生もなかった。続いては、はい、横山清正君の、はい、僕ですね、はい、僕はこれですね、はい、あの帝国海援マシーンという、まあ、船に乗り出したんですけど、はい、当時のチラシなんですけど、あ、気持ちのいいチョップという、そうです、うん、そうね、ユニットというか劇団2人組の、そうです、僕たち小川君と一緒にやってたユニットなんですけど、1日10ステージ毎時00分に開演します。11時から20時45分までぶっ続けて演劇するっていう、うん、そういう10ステージ、そうです、まあ、ステージ数も、まあ、ちょっと多いなって感じなんですけども、うん、ちょっと客席がまあ、いろいろ辛くて、はい、まあ、そこら辺をちょっと一応今回再現 VTR でまとめてもらって、ね、2016年の夏、僕らのユニット気持ちのいいチョップ第2回公演での出来事。その公演は1日10ステージ2日で20ステージを上演するという野心的な企画でした。聞いたことのないステージ数に初めは高揚感を感じ、未知への挑戦にたぎっていたのですが、客席を通って舞台に上がる演出なんですが、最初のステージはお客さんがゼロだったらその回は上演しなければいいのですが、必ず全ステージ上演すると決めていた僕たち、始めます。よし、全力でやりきるも、もちろん反応はなし。だってゼロなんですから。その後もゼロ更新は続き、たまにお客さんが1人か2人いる程度。1ステージ45分、インターバル15分、本番が終わると楽屋行き、すぐにまた開演のベルが鳴る。やればやるほど疲れが出て上演時間が伸びてしまう。すると休憩が短くなり、変わらず帝国は訪れる。そしてまた丸椅子の群れを突っ切り舞台に上がる。お客さんがいない、その事実を全身で感じる。でもやる。誰にも届かないセリフ、腐っていくユーモア。俺も演劇とは何かとか客席疑うとかもそんなんどうでもいいわ。もうただ目の前の人に満足してもらいたい。あ、でもこれ次あの先輩来るって、ほらツイッター、え、ほら、おやば、え、マジで、え、これ何ステージぶり。あ、いや、あ、やべ、あ、緊張してきた。いや、飽きませんよ。やば、え、
観客がいてこそ表現は成り立つのだと身にしみる。始めます。ここはビルの入力。走る走る。俺たちはお客さんがいるステージでは逆に張り切ったり妙な緊張をしてしまい失敗。しかし立て直すにもインターバルの時間がほとんどない。負が循環した公演だった。うわぁ、まあ、こういう、はい、うわそうですね、怖い怖い怖い。いや怖い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 。いや分かってもらえる通りもう今までとちょっと違う、まあ、そうですね、ちょっと趣向が違うという違うパターン。当時の一応その集客表みたいなものをこういう感じ。うわぁ、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 あかんって、もうこれは無理や。いや無理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 。いや無理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 。だから最初の3ステージはゼロなんですよ。ダメダメダメ。両日ともに西方じゃないよね。ゼロ一ではなく、ちゃんと1,2,3,4,5,6,7,9,10,11がある中でもこれです。はぁ、ダメダメダメ。8があるんでね。8があるんです。はぁ、これはダメだよ。本当にやったんですよ、これで。金谷さん、金谷さん、この部位がほてってきた。いやいや、けどもうやっちゃったんで。ここが恐怖で。3ステージはまずお客さんがいないんですよ。だから3時間ぐらいリハをやる気分でやって、入念なリハをやって、やっと昼過ぎに2人来て1人来て、でふうと一息ついたらまた3ステージ分誰もいない。うわ。そして夜人が集まるだろうと思って5人で、楽捨て何人？0人。楽捨て。うわ。1日目の楽捨てが0人だったんですよ。2日目なんか結構入ってるんですよ。いや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 、おかしくなってるよ。いや、そう、これのおかげで、我々が今見てた2時、だいたいね、2時、7時とか1時、6時で始まるんですけど、あれがどうやら正しかったっていうのが証明された。証明されてしまいました。意味では、そうね、あの、いい実験だったかもしれないですね。ありがとうございます。まあ、データっていうカニは取れたわけよ。けど僕はそういう無機的なカニは欲しくないんですよ。人とのつながり、有機的なカニが欲しかったんで。同じ立場であるはずなのにバカにすんなよっていうのは今。そうだよね、何が。なんか実験の先輩みたいな経験の多い容姿が取れたじゃん。でもデータは取れなかった。ちょっと溺れるようになりましたよ。ちょっとカニ合戦乗りすぎてて、乗りすぎてて、ちょっとこの度やれて、うん、これでようやくこれが広めを見たみたいな。そうだよ。そうですね。嬉しかったですね。これはね、やっと港に入ったよ。8に入った時はどんな気持ちだった？いや、やっぱテンパりましたね。テンパる。テンパる。初日だって感じするよね。そう、初日だって感じ。幕が開けたって感じがしたんで、逆にこの人数を相手にこれしたことがないなとか、そういうので。そっか、最大5人だから。そう、最大5人で苦しい思いして、芝居が良くなかったら、はい、本当どうにもならないと思って。そこだけですもんね。本当それしかないのに、それがダメだったらどうにもなんねえなって。ヨーロッパ企画の暗い旅。我々ヨーロッパ企画が身近な旅に出る実験的ドキュメンタリーバラエティ。ボードゲームをしたり、象を頭に乗せたり、いろいろやってます。毎週土曜24時30分から。すごいね、いろんな疑問が湧いてくるというか、これだけで俺ずっと喋れるわ。これだけで俺ずっと酒飲めるというか。いや、酒飲まないですよ。魚にしないでください、これを。これはちょっと、これを魚にしないでください。本当にお客さんがいるってことは素晴らしいことなんやなっていうのは本当に思いましたね。マジで近いな、こうね。僕しかできない、全てを生きるつもり。ヨーロッパ企画の暗い旅。我々ヨーロッパ企画が身近な旅に出る実験的ドキュメンタリーバラエティ。ボードゲームをしたり、象を頭に乗せたり、いろいろやってます。毎週土曜24時30分から。